我らの祖先、始まりの民には、永遠の宿禍があった。受け継がれてきた死の病、決して逃れられぬ血族の呪い。例外なく短命な一族に、始まりの民は怪病の術を探した。あらゆる地に赴いては様々なものを試し、失敗し、騙され、苦しんだ。止まらぬ犠牲に嘆き、世界をさまよい続けた始まりの民が最後にたどり着いたのが、後にベルテーンと名付けられるこの秘境の地。そして力尽きようとしていた彼らの耳に届いたせせらぎの音こそ、それが生命の泉。その通り、傷を癒すことは愚か、永遠の宿禍の発作さえ抑え込んだ霊峰の奇跡。この地で祖先はようやく安寧を手に入れた。始まりの民を誓いました。ここに我らだけの国を築き、誰にも知られることなく、誰にも迷惑をかけず、必ずや神秘の泉を守ると。我々を救ってくれた、まさに神たる美しい泉を、何百年、何千年と守っていくのだと。それがこの土地から離れないあんたたちの理由ってわけかい。バカ言ってんじゃないよ。国の歴史だかなんだか知らないが、そんなもので生贄なんて時代錯誤のものを出してるんじゃない。本当にあの娘を思うなら、さっさと国を捨てて。違いますな。始祖の教えは確かに受け継がれている。しかしそれ以上に、子孫である我々にも宿禍が引き継がれているのです。え、それじゃあまさか。そう、我らベルテンの民は今も継続的に生命の泉を摂取しなければ宿禍の発作に襲われ、やがて命を落とす。それでは国を捨てられない理由とは。この地でなければ真実、我々は生きていけないからです。どんなに世代を経て血が薄まろうが、永遠の病から逃れられない。沼の王に泉が汚染された今でも、我々は潜水に度重なるろ過を行い、どうにか摂取を続けています。始祖を救った神にも等しき泉を守れず、化け物の体液によって汚れた水で生きつなぐ日々、恥じぬ時はございません。この宿禍はかのデアセイントでも癒せますまい。これは正確には病ではなく、我々はそういう人種なのです。つまり二つに一つ、生贄を出して国をつなぐか、生贄を止めて国を滅ぼすか。いや違うか、儀式を止めたところで国が滅んだ後、生贄になるはずだったものも潜水を摂取できず死ぬ。そんな。何より巫女と呼ばれるヒー様の家系は絶対に民を見捨てなかった。誰もが悲壮な覚悟を秘め、いつも笑い続け国を救う。そんなヒー様たちの覚悟を、ベルテンの思いを、貴様らは土足で踏み荒らしたのだ。だから言っただろ、ベルテンは詰んでるって。国の連中にとっちゃ、それこそ生命の泉は聖域で、逃れられない呪縛ってやつだ。恩恵をくれてやったのに、あたしじゃなくてあの泉ばかり崇めやがる。こちとら本物の神なのによ。
断言してやるよ、ヘスティア。お前たちとその眷属は、この国を引っかき回しただけだ。ブチギレたウスカリたちに、ぶち殺されるだろうな。さあやるよ、極東生まれの意志と誇りを。極東生まれの意志と誇りを。いい、ね、聞くわけにはいくまい。いい、ね、あなたたちの境遇は分かった。想像すら許されないが、その葛藤と悲壮も。しかしならばなおのこと、国の外に助力を求めるべきだ。自国の戦力で沼の王を倒せないというなら、それこそオラリオに助けを。一度失敗している。100年以上も前か、ベルテンはなけなしの報酬品をかき集め依頼を出した。そして派遣された冒険者たちは全滅した。沼の王に敗れたのだ。国は恥を承知でもう一度頼んだそうだ。どうかもっと強いファミリアを、ゼウスとヘラの力を貸してくれと。当時のギルドは何と答えたと思う。国を捨てるのが賢明だ、そう言ったそうだ。何よりベーラ様が言ったのだ。今のオラリオの力を借りようが討伐は不可能だと。子憎たらしくも真実しか言わない彼女が、生贄以外に解決策はないと、そう断じたのだ。だから放っておけよ小娘。俺たちの思いも苦悩も理解できない貴様らに、救えるものなどないのだから。リュウさん、お引き取りを。チグサ殿、あなたたちのしたことは許されるものではありませんが、今ならばまだ見逃せます。騎士さん、これは悲願なのです。姫様の覚悟に準ずる我々ベルテンの、ゆえに邪魔しないでいただきたい。我らが取るべき道はこれしかない。ようやくずっと抱えてた苛立ちの正体が分かったよ。何？お前たちが、いや、この国そのものがずっとふぬけた面を晒してるからだ。泉が奪われた。じゃあなぜ取り戻そうとしない。犠牲を出すしかない。じゃあなんでその前に戦おうとしない。アマゾネスならね、戦って死ぬよ。決して一人の同胞に全てを押し付けたりなんかしない。そして戦いの先に欠片でもあるかもしれない可能性を拾いに行く。歯医者さん、腹が立つよ。お前らの顔も言い分もうじ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 悩みやがって、悲劇ぶるのも大概にしな。国の思いを、歴史を知らぬ部外者が好き放題に。知りたくもないね。前にも後ろにも進めない連中の胸の内なんて、大体あんたたちは全然納得してないだろうが、あの女一人に全てを背負わすことを。言ってやるよ、お前たちはオスの顔をしていない。傲慢でもなければ荒々しくもない。一人の女を化け物から奪ってやろうとする意気地もない。それで男だって笑わせるな。貴様、
同じことを言ってやった。別のオスは立ったよ。ここで立てないならお前たちは一人のガキにも勝てない、ふぬけ野郎どもってことだ。アマゾネスもドワーフもあまりにも豪快で乱暴すぎる。しかし今ばかりは私も彼女の言い分に賛成します。エルフは神経質で繊細すぎるさ。ウスカリ殿、考え直せませんか。私たちは確かにあなたたちの全てを理解することはできない。しかし二者択一ではなく三つ目の選択肢を共に考えることはできる。騎士さん、私もタルビーちゃんに死んでほしくない。もっとたくさんお話しして遊んで一緒にいたいのだから。できぬ。私の光源に翻弄されるわけにはいかない。無責任な英雄の物差しでしか勝てれぬお前たちとどうして運命を共にできようか。俺たちを惑わすなよオラリオ。力で物を押し付ける凶暴な凌辱者どもめ。なあお前らの、いやオラリオのその英雄信仰やめてくれね。英雄信仰、言い得て妙だな。誰も彼も英雄になれねえって当然だろ。神も全員が全員英雄を欲してるわけじゃねえ。吐き気がするんだその押し付け。うざったらしいぜ。主審の私がこう言うんだ。ウスカリたちもきっと同じことを思ってる。タルビーを助けてやれるとかそんな夢見させないでやってくれよ。お前らにいろいろ教えて私が言うのもなんだけどな。少し安心したよ。ベーラも眷属思いのところがあるんだって。話を変えんなよ。そもそもタルビー本人が救われることを望んじゃいねえ。それを無視して助けるってやっぱり独善の暴力で傲慢な自己満足だろ。確かにあの子は救われることを望んでないかもしれないね。春姫しっかりしろ。そんなものでは救えるものも救えん。顔を上げてください春姫さん。タルビーさんたちを追わないと。竹見和地様、エル様、タルビー様、私を部外者だと、自分の前から消えろと。私は間違っていたのでしょうか。都市から追いかけてきたこと、この思いも初めから。春姫、春姫さん、ごめんなさい。って、って。こう！春姫の尻尾に張り手をかました！俺でもやったことがないのに！春姫さん、しっかりして！聞いてください。ベル様？おかしいかもしれないですけど。こんなところで言うのは違うかもしれないけど、僕嬉しかったんです。え？でもさ、タルビー君寂しがってるだろ。うん。しょうがないって建前で本音を隠してそれで笑ってる。春姫君はそれが分かったからアーマで助けたいって叫んだんだ。いろんなしがらみのせいで素直になれない友達の涙を見て救いたいと
そう思ったんだよ。無自覚にせよね。僕はね、嬉しかったよ。春姫くんが、まるでベルくんのように、助けたいと言ってくれて。神様、僕はそれでも、あの子が困っているなら、助けてあげたいです。サポーターくんを助けようとしたベルくんと同じように、春姫くんは、自分が受け取った優しさを、誰かに返そうとしてる。自分が感じたことのある痛みを、苦しみを、気づいてあげている。かけてもいい。春姫くんだけは、タルビーくんの気持ちを分かってあげられる。同じ生贄になろうとしていた、あの子だけは。それでも、タルビーが助けてほしいって言ったわけじゃねえだろ。そうだね。だから、勝負をしよう。勝負？泣きながら犠牲を出す君たちの覚悟が勝つか。それとも、うるさい、そんなの知ったことか。そう言って、全部を救い出そうとする僕たちのわがままが勝つか。勝負だ。これはさ、聖夜に出会って仲良くなった女の子たちがする、最初の喧嘩だよ。春姫さんはもう、助けを待つだけのお姫様なんかじゃない。破滅を呼ぶ娼婦でもない。僕たちが憧れた英雄のように、今度は春姫さんが誰かを助ける番なんだって。ベル様。春姫、これはお前とあの子の我を貫き通す戦いだ。エゴと言っていい。お前があの子の赤霊を、悲しみを、悔いを感じたというのなら、頑固者と言い返せ、正直になれと頬を張りに行け。あの月夜の下で意固地になっていたお前を、巫女とこの男が助け出したように。行きましょう、春姫さん。タルビーさんを今度こそ助けに。やるよ。極東生まれの意志と誇りを。来た。勝因選択。加減できんぞ。どうやら祭りに乗り遅れてしまったようだ。こちらです。タルビー様の匂いはこの先に。リダリさん。ここまで来たかバカどもめ。ここから先は通すかよ、冒険者。女だろうと斬る。神ですら許さねえ。引かねえというのなら、
今度こそ殺す。この先にタルビー様がいらっしゃるのですね。ああ、だがお前らが知れるのはそこまでだ。そうですか。それなら大きくなれ、打ち出の小槌。ベル様、お願いします。私をあの先に行かせてください。タルビー様のもとへ行け、ベル。はい、負けられない、この勝負だけは。来い。ベルテンは憎き沼の王の討伐など何度も試みた。ベーラ様のお言葉を無視し、倒さんと立ち上がった者が数多くいた。その結果がこれだ。お前たちも見たであろう、今のベルテンだ。戦士たちを返り討ちにした沼の王は、怒り、荒れ狂い、暴れ、この惨状をもたらした。水は濁り、大地は腐り、二度と乾くことのない汚れた沼に侵され、この国は汚されたのだ。お前たちにそそのかされ失敗したが最後、ベルテンは今度こそ死に絶えるだろう。そうなれば歴代の巫女たちの犠牲も無駄と数。切なる思いが連綿と続いてきた国の歴史に幕を引くなど、どうして俺たちの勝手でできようか。やはり彼らは殉教者、国という歴史を背負い霊俗している。それこそがベーラファミリアの強さであり、モロさ。結局交渉は決裂、もう話を聞く気もない。なら最初の予定通りぶちのめすよ。もうあいつらの不幸自慢は聞き飽きた。ええ、行きます。さあやるよ。敗北は許さんぞ。どうやら祭りに乗り遅れてしまったようだ。私とちぎりを結んでほしい。雑魚は片付いた。おい、目隠し娘、お前レベル2になったって言ったね。耳を貸しな。え、あ、私、敵の中で厄介なのはやっぱりオラリオに来た連中だ。あのエルフと騎士の4人、内訳はレベル4が1枚とレベル2が4枚。そのうちの騎士の1人抑え込めるか。3と4じゃ明確な差があってね。お前が1匹相手取れるなら、どんな連携をしてこようが私が必ず残りを潰す。最後のエルフはこっちのエルフにやらせる。どうだ、できるか。やります、やってみせます。私もタルビーちゃんを助けたい。よし、任せたよ。来られるか。オラリオでは惨敗してなお自分と対峙しますか。あの時は何もわからなかった。状況に振り回されて何をしていいのかもわからなかった。でも今は違う。私がしたいことはわかってる。そうですか。ならば、千草殿、戦う前に伝えておかなければならないことがあります。え？実は一目惚れでした。
なぜここで言う？絶句してるじゃねえか、チングサちゃん。空気読めよ。片目が隠れている感じとか、おどおどしているけど、春姫様や姫様に見せる愛らしい笑み、尊かった。あなたに恋をしました。キモ！ごめんなさい。私、好きな人がいますから。いいえ、私の未練を断っていただきありがとうございます。これで心置きなくあなたを始末できる。故郷から離れた風景、異国の景色、そして可憐なあなた、すべてに恋をした。すべてに私は初めての思いを抱いた。なれど儀式の邪魔はさせません。姫様のために私はこの初めてを殺してのける。こんな私を好きになってくれてありがとうございます。でも私はタルビーちゃんたちと笑い合う未来が欲しいから。だからあなたが殺そうとしている初めてと一緒に救います。なんといいお方なのですか。やはり私の目に狂いはなかったのですね。ならばやってみせよ、異邦の少女。この水戸たち、小娘に超えられるほど軽くはないぞ。行きます。あなたを倒します。勝負！が空を切る。捕らえられない。千草殿が二重に見えて、高速移動。いや、これは方法。宿地窃盗、石化桃源、賜りし武神の技、奥義雪影。前の戦いでは手加減していたと。私は意気地なしで誰かを傷つけるのが怖くて、いつも桜花や尊たちの背中に隠れていたけど、でも傷つけるためじゃなくて友達を助けるためなら私は力を尽くして戦う。なるほど、しかりしかり、道理でございます。お見事。あなたたちは、レベルブーストを使っているとはいえ、今のベルのステータスはレベル4。それと切り合うやつは紛れもなく同じ怪異。オラリオの外で消化するに至った執念の剣士であり、純粋な強者。互角には程遠い。力、速度、技術、経験、全てがベルの上を行く。全てがベルの逆転を許さない。そんな、
絶望的な悲願のさ、それを埋め合わせるのは意志の力だ。アルヒメ、見逃すな。ベルの動きを、シンクの瞳を。あの冒険者が今何をしたいのか、何をしようとしているのか。あの男は今たった一人の娘を救うことしか考えていない。うるせえ、しつけ、うざって、無様を晒すな、生き耐えろ、おとなしく切られやがれ。ファイアボルト、ハリメさん、ノリ、行かすか、行ってください。ありがとうございます、ベル様。小僧、何のつもりだ。タルビーさんに声を届けられるのはきっとハルヒメさんしかいない。だから僕はあなたを止める。ふざけやがって、てめえをすぐに沈めてあの女も切り捨てる。させない、絶対に。万有の覇者、栄光栄翔させる。この身はベルテーンのために。大式戦士よ、たくましき豪傑よ、欲深き非道の英傑よ、王の帯が欲しくば証明せよ。我が身を満たし、我が身を貫き、我が身を殺し証明せよ。攻めきれない。攻撃、防御、回避、栄翔を除く3つの行動が我ら3人を完全に抑え込んでる。3人がかりでなお栄翔を止められない。植える我が名はヒップルテン。あんたたちの連携も大したもんだが、こちとら歌って踊ってきた年季が違うんだよ。くたばりな！どんな相手だって絶対に勝つ！いいね！ヘルカイオス！こっちは片付いたよ。そっちも終わらせな。心得ています。さあやるよ。勝因選択。加減できんぞ。彼の悲願は必ず。速度とともに攻撃の威力が上がった。スキルか。私も大概負けず嫌いだ。この身に宿る全ての力を使って次は勝たせてもらう。抜かせ。我はベルテーンの忠義の士、貴様らの蛮行を許しはしない。忠義の名を口にするのなら、なぜそれを一人の娘に向けてやれない。それほど国の歴史が大事か、それほど彼女を殺したいか。我らがヒー様を、あの子を殺したいのか、だと。そんなわけねえだろうが！
今も沼の王の侵食は止まらねえ。すぐに生贄を捧げねえと今度こそ国が沈む。家族が、仲間が、一族が死に絶える。それを前に優しすぎるあの娘が止まるはずねえだろ。俺たちが何を言ってもいくら訴えようが包囲するはずがねえ。あいつは使命を全うする。だからこそ少しでも幸福でいてほしかった。オラリオに行き、夢見ていた聖夜祭を楽しんでほしかった。あの子が望む田向けの品を揃えた。それらを棺に収め送り出すことしか我らにはできなかった。赤と青のヘルコリの実、瑠璃色の輝く水晶の髪飾り、旅の商人から買った双眼鏡、皆で楽しんだ手製のスゴロク。ガキの頃から読んでいたボロボロの本とその冊子、そんな大したこともねえものを棺に詰め込んで。たくさんの好きに囲まれながら妹は眠る。あいつは血のつながりも知らねえまま、俺は守護者の誓いに縛られ何も言えず、タルビーは国を救わなきゃならねえ。国を保ち続けてきた巫女と守人の責務だ。それをどうして俺たちが投げ出せる。タルビーを救うだと、沼の王をぶち殺す方法があるっていうのか。なら出してみろ。出してみやがれ。ダメだ。俺が巫女を生贄に送るのはヒー様の母上を、この俺が。だからこそ儀式を止めることなどできん。でなければ今までの犠牲は何だった。あなたたちの真意もようやく分かった。そして私たちの言葉が届かないことも。あなたたちが生贄をやめることができないというのなら、私もまたあなたたちを倒すことしかできない。あなたたちをとどめ、クラネルさんたちが友の心を救うのを待つことしか。万族が相入れぬ、相入れるわけにはいかぬ。剣となれ、忠義の信仰ウスコンのアリ。今は遠き森の空、無休の夜天に散りばむ無念の星々。栄光栄翔、アマゾネスに続き貴様もか。させるものかよ。僕は許さんぞ。悲願は必ず。空を渡り荒野をかけ、何者よりも遠く走れ。星屑の光を宿し敵を撃て。その程度の速さで魔法の発動など許すものか。総裁してくれるトゥマロ。魔法発動直前に解除。やられた。フェイント。俺に剣を手放させ一瞬の隙を誘うために、先ほどのアマゾネスの平行炎症を布石にした。前回はあなたの駆け引きに負けた。ならば私なりの小細工を持って勝たせてもらうのが道理だ。はあ。融通が効かず頑固者である我々エルフでは、自分たちの考えを容易には曲げられない。
待ちましょう。私たちではなく、彼女たちがどんな答えを出すのか。どれだけ切り刻んだと思ってやがる。疲労困憊、満身創痍、依然劣勢は覆らず。しかし獅子は健在、致命傷もことごとく回避。この戦いの中でも成長するか、リトルルーキー。あなたの言う国の歴史も、あなたたちが背負う責任も、そんなに思っている人を犠牲にしようとする覚悟なんてものも、わからないから、やっぱり僕はあなたを止めることしかできない。今だって苦しみ続けてる、あなたの決意を止めることしか。うるせえ、ふざけるな、ほざきやがって。俺を止めて一体何になる。春姫さんがタルビーさんを救う。あの人がきっとタルビーさんを連れ戻してくれる。この国を、あなたたちの何かを変えてくれる。だから、あなたを止めてみせる。もういい、しゃべるな、口を閉じろ。てめえのごたくはどんな声よりも俺を苛立たせやがる。だから今ここでくたばれ。その構えは、オラリオでてめえを切った俺の唯一の技だ。俺の格殺だ。てめえはここでほふる。お前らがどんなあがいたって、結局リダリには勝てねえよ。それって副団長の子かい？盲目って聞いてるけど。なあ、あれがうちの最強だ。目が見えねえなんてハンデにもならねえ。団長はお好かりだが、強さだけはリダリの方が上だ。質問されてねえが、断言してやる。リダリには、あのエルフも、アマゾネスも、お前の眷属も勝てやしない。絶対に。ベーラ、神なのに君ってやつは。おい、なんだその哀れんだ眼差しは。よせ、かわいそうなもの見るみてえな目は。僕は絶対にベル君たちは負けないって思ってるけど、まあ君が断言したんだ。百歩譲って、そのリダリ君には勝てないとしよう。でもそれも、ベル君たちが一人で戦ったらっていう話だろ。ああ、何言ってんだ。今ベル君の元にはね、反則の代物があるんだ。伝説の武器なんかよりも強く、最強の防具よりも頼りになる武神のお告げが。居合の太刀。構えは半身、重心の起点は右足。壮絶な研鑽に裏付けされた高速の抜き打ち。恐るべきことに、この男に流派はない。己の鍛錬のみによって、図らずとも極東の技と同じ到達点に至った。なぜわかったか。お前の剣技だけはこの国の他の戦士のものとは異なる。つまりそれはお前だけの抜刀術。
開祖はお前で、お前自身が編み上げた。たった一代、たった一人で抜刀の極地にたどり着いたお前は、まさに剣豪というにふさわしい。基本は諸八刀、超感覚による察知と迎撃。異なるのは一の太刀が例外なく必殺であること。もし初撃をしのいだとしても、神速の二の太刀がとどめとなって斬殺する。こんなところか。生きてる。技の特性も編み出された背景も、みんな全てを見透かしてる。バカだ。なんだてめえは。なぜ俺の技を。オラリオでお前の技を目の当たりにしたからな。一度見た技はその真の髄まで見極めることくらいはできる。ふざけるな、化け物かてめえは。バカ者、この程度できなければ武神などと名乗れるはずがないだろう。ベル、聞け。今回限り俺はお前の目となる。お前の力を俺が補う。はい。力を補う。奴は強い、認めろ。お前一人の力ではその男を打倒できない。よって俺がつく。悔しいか。それでいい。神の助力など常に期待するな。この屈辱を成長の糧としろ。そして今だけは受け入れろ。お前も救わんとしている友のために。はい。よし、ならば聞け。奴の技はモンスターとの乱戦を前提としている。陰陽身体のごとく迎撃と追撃の型だ。その速度は瞬伝、隙はない。ただ一点、迎撃と追撃の型ゆえに、初見で切られようが後退しない敵、あるいは先に一撃を届けんとする者、愚直な前進には弱い。ゆえに初撃だ。敵より早く一撃を打ち込み、一撃をもって勝負を決しなければならない。遅れても負け、し損じても負け。お前が勝つには最初の一撃に全てをかけるしかない。わかりました。神と二人がかりだろうが関係ねえ。まとめて切り倒す。構えろ、ベル。押されるな、臆するな、決して飲まれるな。はい。奴はお前より強き剣豪、お前より早く、お前より悟く、お前より勝る技を持つ。聖堂ではかなわん、ゆえに絡めてだ。技でも叶わんというのなら、駆け引きしかない。奴は資格を失う代わりに、超越的な四冠を得た。ならばお前がつく隙は、とすべき駆け引きとは何だ。俺の力を借りようが、下道と罵られようが、正々堂々を逸しようが、お前はあの男を超えねばならん。春姫の意志を守り抜くというのなら、お前は勝たねばならん。だから行け、ベルクラネル。勝負だ。ティダリ、ティダリ、
ティダリー、泣かないで。私がみんなを守るよ。だから泣かないで。てめえらを殺さなきゃならねえんだよ。チャイム？チャージか。無駄だ。斬撃だろうが魔法だろうが、何を強化しても俺の太刀はてめえを切り裂く。さて、切るか。私とちぎりを盗んでほしい。剣はまだ。見事、紙一重。わずかな差に過ぎなかったが、お前の勝ちだ、ベル。今のは、加速したのか。俺の太刀を超えて、何が起きやがった。ベルがチャージしたのは斬撃でも魔法でもない。己の足、速度だ。まさか。はい、右足にチャージして床を蹴りつけた反動で速さを上乗せしました。足の骨多分砕けちゃいましたけど、竹三日月様が椿さんに頼んでいたのはこのためだったんですね。ああ、お前の足を守るためだ。この男に勝つには現状の手札ではこの方法しかなかった。お前の四冠はまさに無敵だった。しかし目が見えていればベルがチャージしていた箇所などすぐに分かっただろう。視覚を失ったお前にしか通用しない駆け引きだ。ちくしょう、クソったれめえ。リダリさん、聞かせてください。建前とか宿命とか不可能とかどうでもいいんです。僕はあなたのわがままを聞きたい。誰かを失って手に入れる未来と、みんなが笑い合う未来、あなたはどっちがいいですか？ああ、くそ。俺は、タルビーの本当の笑顔が欲しい。
イダリさん。俺の負けだ。ダルビー様。